やっと一人とのこのプロスピ対決が、なんと勝った方にお肉がつくんです。マジですか？力あるわ、雑談魂。一人は55年組、はい、松坂世代。一は50年組。なんか自分が出てるとすごい。え、一人似てなくねえかこれ。お前ちょっと似てねえよこれ。いけよいけよ。一人。おい。はい。はい、オッケー、一人アウト。詰まってセカンドフライ、うん、それよくある。リアルリアル。村田さんもいっぱい引き出し持ってるはず。いや持ってないよ俺なんか。ようこんな詰まる音読んだと思うよ。まあ、紹介まだしてないんで早く紹介してくださいよ。喋ってるけど始まってないでしょ。始まってます。これ始まってんの。こういう感じでいきます。はい、恐ろしいね。そうなんですよ。マジで。雑談魂というタイトルなので、はい、本当に雑談してください。雑草魂じゃないの。雑談魂。そうなのよ。本当に雑談してください。もう上原さんがゲストの皆さんと雑談をしたいということで、はい、このタイトルになっております。そんな真面目にドラフトがどうとか、日本シリーズがどうという話はしません。あ、本当、はい。それでは本日のゲスト村田慎一さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。僕の恩師ですよ。なん桑田さん、村田さんですよ。え、ジャイアンツの時どういう感じでお世話になってたんですか？いや、もうだから食事連れて行ってもらって、はい、いやでも僕からしたら1年目でいきなり20勝よ、15連勝よ、ありがたかったキャッチャーでしたよね。ありがたい。どうですか、あの毎年新人の方を受ける時っていうのはどういう気持ちで構えてらっしゃるんですか？特にドラフト1位は戦力になってほしいなと思ってた。ピッチャーってやっぱ層が厚い方がいいから、でもあんな20勝もできると思わんかったけどね。なんとか10勝してくれてありがたいなと思ってた。え、上原さんの前評判っていうのはどうだったんですか？ いいピッチャーって聞いてたし、あのキューバをやっつけたって、うん、ほんとほんまかいな。で受けたら、あ、まっすぐ変化球大丈夫かなっていうのに第一印象。へえ。だから俺が開幕戦で、自分の開幕戦ね、負け投手になったんです、うん、最後にタイムリー打たれたボールが、村田さんがこのボールはプロで通用しないって言って、はっきり言ってくれて、そっから投げてない。あれカーブやったんじゃん。ナックルカーブ、ね、あ、ナックルカーブ、へー、はい、あ、投げたんですね、うん、投げて佐々木誠さん、あー、そうやな、はい、に宇宙間にバーンって打たれて、どういうリードしたかっていうのを覚えてらっしゃいますか？ごめん、あんま覚えてない。いや、それ何千試合か。でもね、軸はまっすぐとスライダーがいい。で、フォークどうなの？いや、ちょっと練習してますって受けて、スライダーいいほどじゃないなってイメージ。それで最初組んでる時からまっすぐスライダー、球のフォークやったわけね、はい、そしたらそれをスライダーでもちょっと前で一軍のバッターついてくるから、うん、それよりも上のフォークが抜けてもバッターが全然タイミングが合えんから、これフォークの方がいいなと思いながら、で最初5まっすぐの3か4スライダーの1か2フォークやったのを黙ってまっすぐ5の3フォークの2スライダーで、最後まっすぐ5の4フォークの1スライダーで、上絶対フォークの絵だよ、絶対フォークの絵、フォーク軸でいこうって話になって、それをじゃあもう徐々に村田さんがそうやってリードをすることによって、もう上原さんにこう擦り込ませてたっていう感じだったんですか？でも最初ね、スライダーいいこと世間が言うか、お前どう思ってる、そんな大したことないと俺思うで、嫌な気持ちは覚えてる。やっぱりでも、ね、僕プロ入ったのってスライダーピッチャーで入ってるわけ。そうですよね、スライダーがいいっていうあれでプロに入ってるんですよ、うん、その評判で入ったのに、はい、スライダーダメって言われちゃう。そうやって言われた時の気持ち覚えてます？多分スライダーダメっていうか、さ、使わないって言ったわけじゃなかったんで、それよりもフォークの方がいいっていうのを言ってくれたんで、それで、まあ、フォークはコントロールその時はまだできてなかったんで、うん、あのベース上そこにもう落とすっていうイメージでしたね、うん、その時は。じゃあそこがなんかだんだんと自分のものにこうしていく過程を作っていったのはもう村田さんだったということですか？そう、村さんってはっきり言ってくれるから。でも思うけど、上は最初フォークはまあまちまちやったけど、途中ぐらいからフォークをツーボールとか、もうツーボールバランスで真ん中フォークで打たれたら終わりなんかええと、その代わりツーストライクとか低めに追ってくれたら、はい、でそれをだん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 すごい制球良くなったからね。それがこの、あの上の対応力の凄さというかさ、うん、
そのために何か特別な練習したりしてたんですか？いろいろやってました。だから2002年に僕はフォークを自分でものにしたと思ってたん で、はい、でもあとは工藤さんですね、一言っていうのは、うん、だから先発でいろんな球種を覚えたいっていうことで工藤さんにちょっといろいろ相談したら、今持ってる球を磨けって言われたん で、うん、でそれで新しい球種を覚えようとは一切しなかったんで。へー。だからまっすぐをもっと切れよく、どうやったらこうまっすぐって分かってても打たれない、140のまっすぐでもねっていう、うん、あとはフォークのコントロールですね、うん、やっぱりその辺の変化っていうのは感じました？あ、なんかもう物にしたなっていう瞬間っていうのは受けてて分かりました？もう1年目からもう途中ぐらいからほとんど完成されてたからね、うん、何か特別にそのルーキーの時の上原さんに声かけたことで覚えてることってありますか？いや別にないもん。言ってる人は多分ね覚えてないと思うんですよ。言われた側が覚えてますよ。だ僕言われたのはその先輩からね、その誘い絶対あるじゃないですか、試合終わった後食事行こうとかって言っても、はいはいはい、自分のケアとかそういうことを全部終わってから行きなさいっていうこと、うん、あ、それを言ってくれたのは村田さんだったんですか？そうなんですね、はい、上原さんよくその話するじゃないですか。そう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 、あれは村田さんです。へえ。はい、だそれで先輩が何やねんあいつってこう若いのにこっちが誘ってこない、うん、付き合い悪いな、付き合い悪いなと思って誘ってこない先輩はもう捨てろと、うん、それでも誘ってくれる先輩を大事にしろっていうことを言われました。あ、覚えてらっしゃいますか？ごめんめっちゃいい話やのに上原さんこの雑談魂の中でもこの話すごいされてるんですよ。やだからやっぱりこうプロで活躍できたっていう。いやだからそれこそ村田さんがね引退される時に僕グローブね、あの我慢っていう、はい、村田さんが直筆で書いてくれたのをすごい今でももう部屋の真ん中にドーンと置いてますからね。だから僕はもう心配だったのは1年目から2勝したから当然これ天狗なのが当たり前やから、うん、でもそれがちょっとぐらいやってけど伸びすぎるとやっぱりね、うん、あ、これ絶対将来巨人のリーダーにならなあかんわと思ってたから、うん、調子乗んなよと嫌味よく言ってたと思うけど、それ、たまに乗ってなくても乗るなよ上なって、そのよく言ったと思うはイメージ、はい、もうそれは覚えてます。その巨人のリーダーになるっていうのはそのピッチング以外でも何か普段の上原さんから感じとかあったんですか？なってもらうのは困ると思って、やっぱりリーダーっていう実績ある程度ないと無理やもん、うん、ロカイ選手さん、お前ギャーギャー言う前に自分の技磨きようと思われてしまうから、やっぱりある程度成績出したやつがリーダーになれるわけやし、ならにあかんと思ったから、あと上がこうね親も派手になってくれたら巨人を10年あんたやとどっか思うじゃん。で俺はあの時もう99年だよな、99年でもあと 1,2 年で引退と思ってたから、で牧だって斉藤だって松見だってもう弱ってきてたから、あこいつが頑張ってくれたら巨人のチャージにそうなんだまたと思ってたから、なんかジャイアンツの心みたいな感じだったんですね村田さんのなんというか、ね、規律も正して、俺言ってるけど言われてきたのよなるほど、言われてきてるんだね、言われてきたからそのままお返ししますよって、ね、あ伝統だ伝統、やっぱ伝統あるって。そうそうそう、でも上原さんもそうやってあの自分のケアしっかりしろみたいなことはだって後輩に伝えたわけですもんね、うん、まずはだから自分が態度でっていうかその練習態度もそうだし、うんうんというところで僕はあまりねこうガツガツ言うタイプじゃなかったんで、どうやったら伝わるかなって考えた時にやっぱり練習するとかそういうところですよね僕の中では。すごい、こうやって伝統が受け継がれていくんですね。俺がギャイギャイ言ってたのは吉野部対吉野部だけはギャイギャイそれ以外は全然言うイメージなかったし、確かに吉野部のことだけはギャイギャイ言ってた。いつもね村さんに言うやんか、だから村さんが育ちいつも違うんだから何言ってんだろう、いつも顔も学歴も違う、そうそうそう、これもうずっと言われたら勝てるわけねえだろっつってずっと言われてた。どんな感じで上原さん何言ってたんですか吉野部さんに。腹立つわとか、なんであいつの時に周りいっぱい人おんねんとか、そういうのずっとずっとそれが村田さんに伝わってたんですね変わってないんですね上原さんずっと。だから吉野部にだけやったらこうライバル心があったというかさ、はい、いやもう今でもありますよ。あ、そうなんです、あの、はい、吉野部さんゲストに来た時に、あのチャンネル登録者数が女性がすごく増えまして、ちょっと上原さんそれ根に持ってらっしゃるんですか。やっぱ吉野部だな、しょうがないやそれは、見たまんまやなってそれしょうがないやんか、もうはいとしか言えんやん
なんか上原さんがこんなハイハイ言ってるの初めて見るんです、はい、俺とキムタクが並んでさ、女性がキムタクに行くに決まってそれぐらい差はあると思うよ。そんなありますよ。それぐらいあるくそ、そんなのか、それぐらいあると思うよ。なぜ面白かったの、俺は高一の時に、はい、上はピッチャーと野手でスケジュールが違うじゃない、はい、で負け込んできても吉野部はずっと毎試合出てるから月曜日はい、主軸のものはもうしっかり手入れして休みで他も練習ってでピッチャーと上は練習って、なんで吉野村さん休みですか、お前5試合出てるしお前普通に帰ってきたら休みやよ。吉野村、吉野村、お前ええ加減にせえよ、お前子供じゃない、片やもうバリバリエースよ、もうお前、お前だって投げた次に休んどるやん、たまたまお前上原さん小学生みたいなジャイアンツの中でちょっと恥ずかしいな。そう、吉野に対しては今おっしゃったら小学生みんなでコーチに言われて、あいつ子供がお前がいせよ。じゃあ吉野は多分誰からも言われないから、俺みたいに言うやつが必要だったんだよ。吉野にはそれって別に言っても意味ない内容ですよね。全然ないね。ない、ある意味俺のストレス発散みたいな。発散しようと思っても結局いなされるみたいな。そう、結局村さんがピシャッと。村田さん定期的にこのチャンネルもお越しいただいてますからね。ね、上原さんのちょっと態度がちょっと親ってなった時にもう来ていただいて、止めてもらう、もう締め直していただいて。だから本当にもう東打でねスターがいたから、あのいい時代だったよね。あ、うん、一番上田君であの嬉しかったなと、俺2000年の日本シリーズなんで、はい、第3戦勝ったのが、はい、あれが楽しみ一番、ね、バレー一番僕が受けた中ではね。で自分が外から見て上に感謝してありがとうって心で叫んだのは、2002年の日本シリーズで上が初戦で完投したの、あっぱれと思った、あっぱれじゃないと、あっぱれ、うちは4連勝でその日本一になったんやけど、はい、もうその最初の大丈夫かなと思ったらいきなり完投してくれて、それはもう覚えているね、うん、受けててどうでした。で前年上が2年目だよね、はい、その時ちょっと怪我だったわけ、でも起きてたまにボール走ってたので、あの2回に城島にホームラン打たれたんだよな、はい、城島にスリーラン打たれた、それでちょっと覚えてないんだけどヒット打たれて柴原にもう上のインコースも最高のとこ来たわけ、自分の描いてる通りに、うわ来たよっしゃーと思ったらカーン打たれたわけ、で同点にされたので、ベンチ帰って上ボール走ってると思うけど、ちょっとソフトバンクのバッターまっすぐちょっと合いすぎてるからフォークを応援するからちょっと了解してくれって言ったら、分かりました、でフォークすっごい増やして、まあ、途中までまっすぐに変えるんだけど、で結局7回ぐらい抑えたんだよな、はい、勝ったんですよ、勝ったの、それでそっから4連勝したのよ、うん、あの ON 決戦ですよね、うんうん、で世間がめっちゃ盛り上がってて、で2連敗して、うわで上のこの試合負けたら俺4連敗すると思ったの、今日負けたら4連敗あるな、なんとかで上が止めてくれて4連勝して日本一になったのも嬉しかったね。へえ、うん、じゃあもう本当にもう2人のもう息もぴったりでいい。いやそれはよく分からんけど、基本まで俺首振らないから、うん、もうキャッチャー任せになってるところはありますけど、村さんがそうやっていつもチェンジでベンチ帰った後にこう行くっていうことを言ってくれるんで、あ、そこもキャッチャーの方によって違うんですか、結構言う人と言わない人いますよね、やっぱキャッチャーなんて。どうなんて、僕は各なるピッチャーにはちょっとパターンを変える時にはちょっとベンチ裏で一応声かけてた、やっぱりパターンを変えるってことは、え、なんで俺まっすぐ行ってないのって思われるの嫌やから、来てるけど相手が持っている時ってやっぱあるわけじゃない、あ、でも気持ちよく投げてもらうために、うん、そうそうそう、やっぱりこう意図を言っといたら、ああそうかそうか、あ、村田あのフォーク多めに掘りたいな、うんうん、でもっと相手が変化球増えたなと思ったら振り方まっすぐ出すべ話しちゃうから、うん、エース級にはやっぱりそう言ってたよ。へえ、うん、あのいろんな方と組んでらっしゃると思うんですが、うん、その中でも上原さんってどういうタイプのピッチャーでした？リードしやすい？全然しやすいですよ。球種があんまないからしやすい。ストレートと、うん、しやすいと思うよ。フォーク、はい、あれたまにスライダーみたいな。そうそう、迷うこともないもんね。逆にありすぎると迷うじゃない？そっか、じゃあでもそこはもう絶対的なボールが上原さんにあったから、うん、リードしやすかった。そうそう、うん、性格的な部分はどうですか？全然もう野球の上原はすごい、野球の上原はですか？野球の上原はもうじゃなくてですか？野球の上原はもうじゃなくて
正解と分かんないから、ね。野球の上原さんはどういうタイプなんですか。自分にうぬぼれてるから、もう全部がゾーン内に来るから、よく上ボールほらにあかんって言って、ボールほらにやもう。全部もうストライクにして。ええ時はもうむちゃくちゃ2時間で終わるくらいし、もう関東で100球のイメージやから、でも。こう拮抗した試合なんかだったらさ、ベンチ帰って上ボールちょっと掘れよお前ええから、まあ、これ打たなかったらお前どうフォークワンバンドってよく言ったら嫌な顔してた、低めに掘ったらええやろみたいな。上原さんどうですか、その辺のご自分の中の。その時からやっぱり3球勝負が好きだったんだろうね。好きだった、もう1年目から好きだったイメージ。もうしょっちゅう上もうターンオーバー2ストライクでフォークでしたらワンバンドって振るから、打たなかったらもったいない、フォアボールがね、嫌なんですよ。嫌なんですか。出すのやっぱり嫌なんですよ。まあ、もちろんそれはね、出したくないですけど、はいはい、いやでもやっぱり必要なボール球もあるわけですよね。バッター心理はストライクゾーンこうあったら、ツーストライクやったらボール1個広がるから、ね、ですよね。だからバッターだから、あの振るのよ。だから上に行ったら、まっすぐで俺がアウトコースやったら全然ボールの振る必要ない、無駄球だから、これきっちり狙ってくれ、でそれをうまく打たれたらいいよって。で一番真っすぐコントロールいいから、それで掘ってくれるから、フォークを平気でピャッて真ん中ブワーくれ、うわーと思うでカーン打たれたら、その前の2球がもったいないじゃんね、うんうん、そういう意図があるあったんですね。それでもそれでもストライクゾーンに投げたかもうとにかくもう全球勝負みたいな感じで言ってたと思うんですよ。でもそれ、そういうさんのマインドが結果、あの試合時間短かったりテンポのピッチングに、まあ、結果的にはつながったってことですよね。うんうん、いやそれでもやっぱ通用したのよ。それすごかったね、やっぱし、うん。結構ね、やっぱりあの私あのそうあの上原さんファンの方とこの間喋ることがあって、はい、あの一般の方なんですけど、いやもうすごい上原さん好きだったんだよって言って、なんでかっていうと、上原さんが投げるとその後もう見たいテレビも見られるしっていやそういう意見すげえ多いよ。だから野球中継も上原さんだと時間内に終わるから、で終わった後にジャイアンツのまた総集編とか見る時間があって、それが嬉しかったんだよねって言ってました、その方は。それは俺が好きっていうわけじゃないよね。いやいや上原さんが好きって言ってました。選手もそのあったんじゃない。ああ、うん、今日上川村さん、ああ早く終わるね、飯食いに行けんねって確かにほらみんな言うでしょ。確かに銀座が近くなりますね。東京はみんな家帰ると思うけどさあ、そっかそっかそっか。名古屋とかの3戦目でね、もし投げるとしたら最終戦でみんな帰れるとか。ああ、じゃあ上原さんは皆さんのプライベートの充実にも一役買ったんですね。いや本当にあの甲子園やったかな、マウンドに集まってきて、先輩が上俺今日この後予定あるから早く頼むわって言われた。ほんまかよそれ、はい、ほんまかよ。ありましたこれ一回。どなたですか。あの言いたいけどこれはちょっと言えないな。気になる。はい、生々しいんだ。どんなマウンドで集まんねんって話でしょ。それ上原さんなんて答えたんですか。いや一番ペーペーやってるから、はい、はいとしか言われない。でその試合は勝ったよ。あ短く、うんうん、時間が、そうなんとはもう、はい、それとあとテンポがいいもんね、上はね、テンポがいい。やっぱりいいピッチャーテンポいいの、やっぱテンポいいっていうことは疲れるわけやから、うん、で俺もよくあの後輩たちのピッチャーに、いいピッチャーテンポいいから攻めて、ブルペンはいいテンポで取ってくれ、ブルペンで遅いやつ試合でもっと遅い、うん、あ桑田斉藤、マキもそうやし、あの先輩の江川さん、西本さんも、ブルペンのみんな早い。だから試合も早い。やっぱりそういう練習だったり準備のところで出るんですね。うん、違うんですね、うん、一流は。今聞いた名前でもすごいよ。いや、すごいです。さりげなく流してるけど。すごい、いや、すごすぎます。みんな早いよ。ブルペンでも早い。